こんにちは、駒下です。えっと、普段は東京で、えっと、会社の代表として、会社経営をしているんですけど。今日は、えっと、一人の写真家として、ちょっとこの場に足を運びました。星の王子様って知ってますか。フランス人のサンデクチュペリっていう有名な、えっと、小説家が書いた本なんですけど。そこに、こんな言葉があります。大切なものは目に見えない。今日は、この言葉をお借りして、僕が、こう。 大切なものを見つけるまでの話を皆さんにお伝えしてその皆さんが大切なものを見つけるときにヒントになればいいなと思ってお話してきたらなと思っております先ほどご紹介にもあったんですけど僕は今カップルとか家族とかのデートに同行して写真を撮るっていうサービスを日々していますそんな僕がえっとカメラに出会ったのは大学一年生の頃です 高校生までは本当にこう趣味とか特技とかあんまりなくて本当にこうぼんやり大学に行ったらこういい友達作っていい思い出作ってでんとなくいい会社で働けたらなみたいなことをぼんやり思っていましたでいざ実際大学に入ってみてこういろんなサークルに所属したりだとかこういろんな合宿に参加したりだとかいろいろしたんですけどいまいちこう面白くなかった。 いいまいち面白くなくてこのまま僕の大学生活が4年間終わるのかなみたいなことをぼんやり思ってる時に友人からそのミスコンを運営しししていいる学生団体に所属しないかとお声掛けいただきましたでそこでは学生団体なんでこうサークルでは経験できないことができるよって言われたんでなら別にまあ特にこれがしたいっていうものはなかったんですけどならまあなんかちょっと行ってみようかなと思って初めて参加した会議でこう先輩にカメラが好きな人がいたんでその人にカメラ楽しいよって教えてもらったのがきっかけでカメラを始めたみたいな感じです。 なんでこう元からカメラが好きで今こんな感じに至るっていうのではなくて本当にこうたまたま入ったサークルではたまたま入った学生団体でたまたまカメラに出会ったっていう感じですもともと趣味のなかった僕にとってカメラのある生活っていうのは本当に楽しくて 今まではこう特に趣味とかもなかったんでこう何か自分の誇れるものってあんまりなかったんですけどこうカメラを始めてからは自分の大学の友達を撮ったりだとか先輩について写真を撮ったりだとかいろいろしていく中でこうどんどんいろんな人からなんかこうカメラといったらコマーシャとかコマーシャといったらカメラみたいな感じでいろんな人からなんかこう呼ばれるようになりました。なんで僕からするとカメラはやっとできたアイデンティティーやったんですよね。 でそこからこう1年間ずっとこういろんなところで写真を撮る活動をしてきて最後、えー、っと僕一応ミスコの運営団体に参加してたんでそこでこうミスコのファイナルのイベント、まあ、候補者のこう最後の人を決めるみたいなイベントがあったんですけどそこでこうイベント自身はすごく成功していろんな人がこうお客さんも泣いてるしこの候補者の人も泣いてるしあとは運営スタッフも1年間頑張ったイベントなんですごくもう涙を流してるみたいな感じだったんですけどなぜか僕だけ泣けなかったんですよね。で なんで泣けななかっっっっっったたたたたんんだろうててて考えとにに僕ずっと自分のために写真を撮ってたなって思ったんですよね最初はその友達を撮って喜んでもらうことが嬉しかったはずなのにいつの間にかいろんな人に褒められるようになってこうもっとこう褒められたりとかもっと SNS で評価されたいみたいなモチベーションで頑張ってたんですけどある程度そのイベントが終わった頃って周りからの評価もあったし SNS の評価もあったんですけど全く達成感を感じなかったみたいな。 もともとじゃあその僕ってその自分のために頑張れるタイプじゃなくて誰かのために頑張れるタイプなんだなと思ってその原点の写真を通して人を幸せにしたいみたいなことを思ってえっとその学生団体を卒業しましたでもともと僕社会学部に所属していたのでマスコミとかジャーナリズムみたいなことは日頃から勉強していていわゆるその真実を伝えたいみたいな気持ちが結構強かったんですよね。 そんなことを思ってる時に実は最初戦場カメラマンになろうかなと思って世界から戦争をなくしたいなとか世界の悲惨な現状を伝えることでもっと戦争がなくなればいいのになとか思ってたんですけどただ実際戦場カメラマンになって戦地の写真を撮ったとしてもその人の気持ちは変えることができても人の行動は変えることはできないよねって思ったんですよね。 これはまあ具体的にどういうことかっていうと例えばその戦場の写真を見て悲しい気持ちにさせることができたとしてもじゃあ明日から戦争を止めに行こうってその写真を見た人の行動を変えることができるかって言ったらなかなか難しいよねって思いましたじゃあその戦場カメラマンで世界を平和にするみたいなことは難しいんだったらじゃあどうやったら世界中の人を幸せにできるだろうみたいなことを考えたときに僕はこう思いました幸せっていうのは大きさじゃなくて数が大事なんだ 大きな幸せって、例えば何かっていうと、何かお金持ちになるとか、家に住むとか。例えば、そういう大きな幸せが、こう数年に一回あるよりも。こう毎日幸せって思えた方が、絶対人生豊かだよねって思ったんですよね。例えば、友達がいることに気づいてもらうとか、パートナーがいることに気づいてもらうとか。例えば、その家族がいることに気づいてもらうみたいな感じで、その幸せに気づいてもらう必要があるなと思ったんですよね。ただ、やっぱり幸せになるのって、すっごく難しいんですよね。 すっごく難しくてやっぱり人間って幸せになりたいと思った時に何を考えるかっていうと今持ってないいものを得たいと思うんですよねあの人はこんなにいいものを持ってるのに僕は持ってないとかあの人はこんなに恵まれてるのに自分は恵まれてないみたいな感じで持っててないものばかり数えてしまうんですよねでもその持ってないものばかり数えてたらずっとどんだけ何かを得たとしてもずっとその乾きはこう乾,か乾きが潤うことはないなって思ったんですよね。 だったらその今ないものに目を向けるんじゃなくて今目の前にある幸せ恋人がいるとかパートナーがいるとか家族がいるみたいなそういう今目の前にある幸せっていうのを写真を撮ってあげることで気づいてもらうことができたらその人の人生を豊かにできたんじゃないかなその人の幸せを作れたんじゃないかなって思うようになりました。 でその幸せっていう切り口で撮影された写真を見てその写真を見た人たちもまた温かい気持ちになってその人たちがまた優しさをまた周りの人に振りまくことができたら結果その優しさの連鎖は世界を救うんじゃないかなと思いました <laughs> そこでたどり着いたテーマがラブです初めは本当に身近だったカップルから撮影したんですけど今はそのカップルから 夫婦を撮るようになったりだとか家族を撮るようになったりだとか最初はカメラマンも全然いなかったんですけど今では日本全国250名を超える思いを共にしたカメラマンたちが日々愛っていうテーマで写真を撮り続けていますかれこれ早いもので僕が初めてカップルを撮影した日からもう4年ぐらい経つんですけど創業からずっと撮影しているお客さんがいますこれが進行の時に撮った写真ですね 新婚の時に撮った写真でその次にどんな写真を撮ったかっていうと次は子供を妊娠しましたと妊娠したんでまた撮ってくださいって言って写真を撮りに行きましたでその次どんな時に撮ったかっていうと次は子供が生まれましたと生まれたんでその時に撮ってほしいとでその次に撮ったのがまたこのその子が歩くようになったと歩くようになったからまた撮ってほしいとで最後一番最近撮った写真なんですけどこれが子供が話すようになったと話すようになったんでまた写真を撮ってほしいと。このカップルを撮り続けて僕は その写真を撮り続けることの本当の価値っていうのに気づきました今の世の中ってどん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 いろんなもの価値がなくなっていってると思うんですよね例えばスマホとかって毎年毎年新しいものが出て今持ってるスマホとかって来年にはもう価値が下がってたりだとか例えば人工知能みたいなものが流行っていくとどんどん今ある仕事とかってなくなっていくわけですよねなんでこれからの世の中ってどん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 時間が経てば経つにつれて価値がなくなっていくものばっかりなんですけどただ唯一 時間ががが経経てててばつつにつれて価値が上がっていくものが僕は思い出だと思ってるんですよね思い出っていうのはその今日撮った写真を明日見返すよりも今日撮った写真を10年後見返した方がずっと価値になってるよねみたいな。ということで <laughs> その思い出っていうものをどんどん形にしていくことによってこの世界世界中の愛を形にしていくことによって世界中の人を幸せにしていきたいなと思っております。改めて冒頭にお話ししたその 大切やっぱりその大切なものっていうのは目に見えないとは言うんですけど目に見えるものって見見よようとしなくても見えるんですよねただ目に見えないものって見ようとしないと見えないんですよね。これをみんなななにも忘れてほしくないなと思っていて写真の世界でもこんな話がよく上がるんですけど腕のいい写真家は余白の使い方がうまいみたいな話があるんですよね。 それって単純にその被写体の周りにあるその余白スペースの話の余白とかいう意味ではなくてその全てを伝えなないっていう意味ででの余白なんですよね例えばいい写真であった時ってそ,のそこに写ってる人の声が聞こえてきたりだとか例えばその写真に写ってる前後のストーリー本当は写ってないんだけれどもその前後のストーリーみたいなものが見えてきたりとかするんですよね。 そこがいわゆる写真の奥深さだと思っていて、写真っていうのはその何を写すかっていうのが大事なのじゃなくて、何を写さないかっていうのが大事なんですよね。で、腕のいい写真家ほどその本当に大切なものをこうあえて写さずにこう見ている人に想像させるんですよね。で、その見えないものを見る力っていうのはぜひなんかみんなにもつけてほしいなと思っていて、今日はこの話をぜひしたいなと思っています。例えば好きなことを仕事にしたいって思ったときって。 例えばそうですね。なんか写真でもいいですよ。例えば写真が好きってなったときに、写真に関わる仕事がしたいってなっちゃうんですよね。で本当に大事なのってそこじゃなくて、そのなんで写真が好きなのかって考えてほしいんですよね。 例えばなんで写真が好きっていう理由は人それぞれでよくて例えば何かを表現するのが好きとか人と関わるのが好きとか例えば人を笑顔にするのが好き人に喜んでもらうのが好きと別に理由は何でもいいんですけどなんでっていうことを考えることによって今まで写真に関わる仕事がしたいとしか考えれてなかった思考が一個深くなってその人に喜んでもらえる仕事がしたいみたいな今まで見えなかったものが見えてくるんですよね。 そううなっっててくるるとと何が起こるかっていうと今まで写真っていうくくりでずっとお仕事を探していたりとか選択肢を探していたんですけどその一個深くなった人に喜んでもらうっていうことを選択肢に基準にその選択肢を選べるようになると。なんで自分の選択肢はグッと広がるよねっていう話が今日できたらなと思っております。もももともと僕自身もよく言われるんですけど もともとカメラマンになりたかった人が今会社の経営者みたいなことをやっててしんどくなったりしないんですかってよく言われるんですけどもうその答えはノーですと今もずっと楽しいですっていう話をよくしてるんですけどそれは何でかっていうと僕はもともと人を幸せにしたいっていう目的を達成するためにカップルの写真を撮ったと。 ただ今は自分一人で写真を撮ることよりもより思いに共感した多くのカメラマンたちを巻き込んでより多くの幸せを生み出すことが結局僕のやりたいことだよねとだ結局日々やるその手段の部分は変わったんですけどやろうとしていることをなそうとしていることは全く変わってないよねっていうことなんですよね。でぜひ皆さんにもやっぱりこの目にに見えないものを大切にするとかっていう感覚はすごく掴んでほしいなと思っていてこれからどん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 大人になっていくとやっぱりこう目に見えるものにとらわれちゃうんですよね。 お金とか肩書きとかステータスとかっていうものにどんどん取られちゃうんですけど本当に大事なものっていうのはそういうところなくてこの目に見えないところにあるんですよねそれってもしかしたら人の思い出っていうものかもしれないし人の気持ちっていうところかもしれないしこれから描く人の未来なのかもしれないし見えないところにこそ大切なものがあるんですよねでサンディク・ジャベリは大切なものは目に見えないって言ったんですけど僕はこう言い換えたいなと思っています 目に見えないものこそ、大切なんですよね。今日、この話を聞いて、こう少しでも多くの人が。の人生がこう幸せになること、を心から願っています。ご清聴ありがとうございました。